和氣正志君。いよいよ参議院の予算委員会の総括質疑ということで、今日から明日の午前中までやや長丁場でございますが、野田総理どうぞよろしくお願いいたします。そしてまた閣僚の皆様方もやや長いですけれども、途中で行方不明などならないようにしっかりとお願いを申し上げます。野田総理は年が明けてからですね、この日本の難局を乗り切っていくにあたって、誠心誠意不退転の決意でやっていくんだ、再三述べられておられまして、私どももお聞きをいたしておりまして、その決意のほどはですね、よく感じることができます。しかし決意がいくらよくてもですね、中身がなければしょうがないですね。で、誠心誠意とおっしゃいますが、残念ながらその誠意の方は私どもの方に伝わってこないんです。例えばですね、お辞めになった山岡前大臣、立派な方だと思うんですが、しかし誰が考えてもですね、消費担当大臣、消費者庁の担当大臣、これはどう見ても適材適所ではないんですよ。それは多くの方に聞いても皆さんそうおっしゃいます。しかし野田総理はずっとそれは適材適所だと言い続けておられた。そこに言葉の誠が見られません。またこの間の本会議での我が党の中曽根会長の質問に対して、それは総理の民主党大会における参議院に対する発言でございますが、おかしいのではないかということについても一切誠意ある回答は見られませんでした。ですからなかなか信じられないんですね。で、これは野田総理だけではなくて、民主党の歴代の総理の方々、みんな言葉が軽いと言いましょうか、言葉が踊っているように思います。例えば CO2 を 25% 削減するとかですね、あるいは脱原発だとか、どんどん言葉だけ出てくるんです。本来ですね、結論が先にあるのではないのです。しっかりと内部で討論をし、議論をし、吟味をして、そして我が国の取るべき方向を定めていく、そしてしかるべき手続きを取って進めていくというのが本来の姿なんですが、最初の言葉だけなんですよ。だからいくら喋っていても信頼できない、そういうことがですね、民主党の基本的な体質にあるように思うんです。失礼ながら、そこで私もこの2年半の皆様方のですね、さまざまな言動、本当に疑問に思うことが多いんです。今日は一つずつですね、それを検証していきたいと思っています。で、あと私の後に、次は林先生、磯崎先生、片山先生、失礼しました。ということで、だんだんにですね、予算については質問をしてまいりますが、私は今申し上げた点に絞って質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。そこでですね、まず憲法でございますが、総理ご就任なされてから憲法は何度ぐらいお読みになってますでしょうか。内閣総理大臣野田佳彦君。全体を読んだということはありません。ただ折につけ必要な条文を確認をしたということはありました。和氣正志君。お忙しいですからね、全部読むなんてことはありえませんし、問題になったときにお読みになればいいと思うんですが、それでは憲法73条はお読みになってますか。野田内閣総理大臣。読んでおりません。和氣正志君。委員長、73条というのは実は大変大事な条文だと思っているんですが、法制局の方はちょっと読んでいただけませんか。私は資料1でお配りしてありますので、皆さんには分かるんですが、ラジオをお聞きの方もおられるでしょうから、73条を読んでみてください。あんたはどなた。内閣法制局長官です。内閣法制局長官。内閣は他の一般行政事務のほか、他の事務を行う。1、法律を誠実に執行し、国務を総理すること。2、外交関係を処理すること。
3、条約を締結すること、ただし事前に以下承諾いたします。4、法律の定める基準に従い管理に関する事務を処理すること。5、予算を作成して国会に提出すること。6、この憲法及び法律の規定を実施するために政令を制定すること、以下承諾します。7、大社、特社、減刑、刑務執行の免除及び復権を決定することでございます。和木君。ありがとうございました。その今の第一条、特に第一条ですね、法律を誠実に執行し、国務を総理すること、誠実に執行するということを、総理、どのように解釈されていますか。野田内閣総理大臣。まさに文字通り、法律に基づいて誠実に執行するということを心がけるということであります。和木君。それではですね、内閣法はお読みになってますでしょうか。野田内閣総理大臣。内閣法個別の条文云々ではなく、全体を読んでいるということではございません。和木正史君。憲法はですね、法律を誠実に執行しろと言ってですね、法律を読まずに誠実に執行することは可能なんでしょうか。野田総理大臣。内閣が行う仕事たくさんあります。いろいろ個別法に基づいて、もちろん条例法である憲法に基づいた個別法に基づいて内閣として仕事をしてまいりますが、私がその一つ一つの仕事の法律の裏付けを全部読んで対応するんじゃなくて、それぞれの担当の閣僚、あるいは政務三役、あるいは各省が法律に基づいて仕事をしているというふうに思います。和木君。内閣法に言う主任の大臣はどなたか、総理はご存知なんでしょうか。はい、内閣総理大臣。内閣総理大臣だと思います。和木正史君。その通りですね。それでは内閣府の設置法はお読みになったことありますか。野田内閣総理大臣。内閣府設置法全体読んだということはありません。和木正史君。内閣官房の主任の大臣も総理大臣、それからお読みになってないとおっしゃってるんで、それはご存知でしょうから、内閣府の主任の大臣もやはり総理大臣ですね。ではですね、一般の方々は内閣官房って一体何するんだろう、内閣府って何するんだろうと思われると思うんですが、総理は内閣官房と内閣府をどのように使い分けてらっしゃるんでしょうか。総理の総理が主任大臣なんだよ。それじゃまず、いや、まず先生、法令解釈担当大臣も命じられておりますので、法令解釈担当大臣としてお答えを申し上げますが、内閣の総合調整に関わる役割のうち、一定の向上性を持つものについては内閣府において、そして、アドホックなものについては内閣官房において主に処理するという使い分けがなされております。ちょっと書いてくれ。いや、これだと外れたことないか。はい、何の資格で出てきた。何の資格で出てきた。野田、おかしい。根拠ないですよ。答弁しますか。質問者総理と言ってます。はい。
まだ外れてない担当大臣、うん、そうそう、はい、それじゃあ恐縮ですが、議場整理のため和木正史君、もう一度ご質問願います。私は法令解釈をお尋ねしているのではありません。総理がどのように運用されているかをお聞きしているんです。内閣官房と内閣府をどのようにお使い分けなされているかということです。野田内閣総理大臣。私の頭の中ではですね、内閣府の中にはそれぞれの所掌文書があります。で、必要に応じて総合調整しなければいけないような時が内閣官房に仕事を合わせると。例えばその行政改革全体とは内閣府でやっていました。行政刷新は官房の事務が担当したいと、そういうなんか使い分けをしてきているというふうに思っております。和木正史君。内閣官房と内閣府と似たような仕事をですね、大変な人数をかけてやってらっしゃる。それをうまく使いこなすにはきちっとした理念がいると思うんですね。もともと法令上の決まりはあるんです。決まりに基づいてしっかりやってほしい。現実にしっかりやってないように見えるから私は申し上げているわけであります。それではですね、少し具体例に行きます。国家戦略室ですね。国家戦略室はどこにある組織ですか。古川国家戦略担当大臣。内閣官房に設置されております。和木正史君。それではですね、内閣法の22条をちょっと読んでいただきたいんですが。いや、内閣法制局長官山本恒之君。はい、22条でございますが、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については政令で定めることです。和木正史君。それでは国家戦略室は政令で定まっているんですか。古川担当大臣。お答えいたします。政令でですね、内閣官房組織令というのがございまして、そこの第12条にこの政令で定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な材木は内閣総理大臣が定めるとなっておりまして、この内閣総理大臣の決定によって戦略室は設置をされております。和木正史君。材木なんですか、この戦略室っていうのは。材木で定めるものなんですか。いい加減なことはやめてくださいよ。はい、古川担当大臣。これはちゃんとそれですね、法令に基づいて、そして政令に基づいて総理の決定できちんとされているとの定められているというものでございます。和木君。資料2にですね、この内閣官房の組織図、これはホームページから取ったものですね。で、立派にその国家戦略室っていうのがここに上から2番目に書いてありますよ。これが材木なんでしょうか。大体ここで黄色で書いてあるやつは、これは政令で書いてあるわけですね。で、このまさに国家戦略室は政令で定めるべきものだというふうに見えますね。で、要はですね、先ほどの憲法で誠実に法律を執行しなさいと言ってるわけです。で、それはですね、内閣法できちんと政令で定めなさいという書いてあるんだから、素直に読めば、誠実に読んだ、当然政令でやるべきでしょう。へりくつで国家の運営をやってはいけないんですよ。そうだよ。あなたの言うのはへりくつなんだよ。総理どうですか。古川担当大臣。あなたは市民大臣じゃないんだから。学級会じゃないから。へりくつというんじゃなくてですね、これは委員大変恐縮でございますが、もしますね、そういう細かいことを、ね、言われるわけじゃなくて、これは全体として内閣としてですね、決めた話であって、別に法令に反しているような話ではございません。逆に言うと、もう少し中身の話でぜひ議論をしていただきたいと思います。
何か総理補足しますか。速記を止めて。まあ、ちょっと言葉が過ぎたかもしれませんけれども、まあ、ぜひですね、この部分は、法令に反するものではなくて、きちんとそれは、法令に基づいて、総理の大臣決定によって設定をされたというものでございます。国家戦略担当大臣。言葉を過ぎた分はお詫び申し上げます。続行してその点を指摘してください。和木正史君。私は総理にお聞きしてるんですが、今のようにですね、法律の体系っていうのは法律があって政令事項があって規則があるんです。政令に定めたものの中で規則に委ねるものは書いてあるんです。政令で定めるべきものを材木といって規則で決めるなんてことはありえないんですよ。あなたの答弁は全く間違っています。これは些細なことではありません。法治国家としての原点です。やい、古川担当大臣。言葉が過ぎた分はお詫び申し上げますけれども、これはですね、法令に基づいて、きちんと内閣総理大臣決定によって設定をされた組織であるということであります。和木君。総理大臣がこの組織を決める権限はないんです。総理。野田内閣総理大臣。この国家戦略室の設置根拠は先ほど古川大臣がご説明したとおり、内閣法22条および内閣官房組織令12条の規定であります。で、12条の規定は、この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し、必要な材木は内閣総理大臣が定めると書いてありますが、これを根拠にして国家戦略室を作りました。で、ここで方向性が出る国家戦略についての方向性については最終的には閣議で意思決定をいたします。で、閣議で意思決定したものについては個別の省庁が法令に基づいて対応するということでございますので、私は問題はないというふうに理解しています。はい、和木正史君。もうね、呆れて物が言えませんね。全く対策論が間違っています。それでもう一つお聞きしましょう。その内閣府の組織令の冒頭を、読んでみてください。法制局。山本内閣法制局長官。内閣官房組織令の12条でございますか。あ、最初。あ、そうですか。ちょっと手元にございません。ちょっと。はい。
切れぐらいすぐ出るでしょ。この内閣出ないの？おいおい、頼むぞ。まだ貸してあげるよ、ほら。これ読んで。そっち切れぐらいが出るでしょ、すぐ。当たり前じゃないか、法制局長官なら。はい、内閣法制局長官。ちょっと突然のお尋ねでございまして申し訳ございません。内閣官房総指定の第一条、内閣官房に次の算出を置く。はい、内閣は内閣法第16条第2項及び第17条の規定に基づき、この政令を制定するということであります。和木正史君。今ね、第16条第2項に基づいてって呼んだんですね。この政令なるものは、内閣法第16条第2項に基づいて定めてるとおっしゃいましたね。ね、これ嘘の資料渡したんじゃないんです。ホームページなんです。内閣法16条第2項って何ですか？山本内閣法制局長官。現在の内閣法16条は、内閣官房に内閣官房副長官補3人置くという規定でございまして、多分それは制定文でございまして、その後改正をされまして、その条項が移動したというふうに考えます。和木正史君。何の検討もされてないの。ね、また消えちゃうんですが、これ内閣府のホームページにね、堂々と載ってるんですよ。で、私読んでみてね、内閣、今言った内閣を読んでみたら、16条第2項で基づいて、どうやって政令が制定されるんだろうかと思って、全く意味が分かんない。どうするんですか？教えてくださいよ。山本法制局長官。どうなったんだよ。法制担当大臣になるのどうなったんだ。すいません。一般的に法令を作るとき、法律が、書かれて、その法律を根拠に当然、政令が作られるんですけども、その政令を作るときにですね、得てして、最初のときに作ったままの、制定文が書いてあって、その後法律が改正され、あるいはその政令が改正された後、その改正後の条文を書くべきところを書いていないということがよくあるわけでございます。ちょっとそれを根拠を少しチェックさせていただきたいと思います。和木正史君。今の答弁ではね、国家は成り立ちませんよ。法律を変えたらすべて関連条項を変えるんでしょ。それで内閣は大変な、内部で意思調整するんですよ。できてないからこうなってる。これはね、民主党内閣になってからだけじゃない。自民党の終わりの頃から内閣官房とか内閣府がたるんでるんですよ。だからこんな法制局もそうだ。こんなバカなこと、今のバカな答弁があったらね、国家成り立ちませんよ。どうするんですか、これは。あなたの責任じゃないか。法制局長官。私ども仕事を行うにあたりまして、いわゆる黒本といいます大きな法令伝書を使って約100冊ぐらいありまして、それに従って仕事をしているわけでございますが、そこのいわゆる編集の問題でもございます。
で、その編集はですね、得てして、そこの、制定した時の制定文をそのまま書いてあって、その後、慣習として、その、本体が動いてもそれを動かさないということになっていくのです。で、多分、現在の内閣官房のその組織例は、ホームページはそれをそのまま取ってきたんじゃないかと思っています。はい、上木正史君。だからこれ、真面目に法律読んでったら繋がらないじゃないですか。そんなバカな話はありえないんですよ。全部直す。今、コンピューターの時代ですからね、関連条文全部パーッと直せますよ。もう早く直してくださいよ。陳謝して直してくださいよ。総理。あなた、市民大臣だ。はい、どうだ、内閣総理大臣。根拠はあるということは、その法制局の今の答弁の通りなんです。ただ問題はその編集の問題等でありますから、そこはきちっと対応を早急にしなければいけないというふうに思います。萩生君。これは編集の問題ではありません。法律は言葉が命なんです。一字一句間違っちゃいけないんですよ。そういう緊張感のない答弁だから、こんないい加減な内閣、こんないい加減な国になってしまうんですよ。そうだ。こういう大事なことをね、古川さんなんか支えのことだって言ってんだよ。法律の事項が違っていいの？この、もう、一つ一つの軸が違っていいんですか？ありえないでしょ。答弁。担当大臣、枝野さん、ちょっと言ってあげてください。変わってもいいの？こんないい加減なことでいいんですか？いや、枝野担当大臣。法令の解釈論といたしましては、それぞれの法令は、何年何月何日に改正されたと。その時点における他の法令の規定が前提になっておりますので、現在のような運用が法令の解釈上問題になるとは思いません。ただ、ご指摘のとおり、法令は法制局などの専門家だけが使うものではありませんので、そうした意味では、不便というか分かりにくい点があるというふうには思います。ただ、法令解釈担当大臣でありますが、内閣法制局に対する私は指揮権ございませんので、あります、総理や官房長官とご相談をさせていただいて、国民の皆さんに分かりやすい解釈ができるような運用について努力したいと思います。はい、上木正史君。今ね、大変な答弁ですよ。最新の法令、改正しますわね。改正に基づいて、そこで全部の法令を直すんじゃないんですか？直さないのかって、あちこち見なくちゃいけないようになってるんですか？古い法律も見ながら。違うでしょ。法律を変えたときに全て変えるんでしょ。変えるのが義務で、あなたは変えなくてもいいと言った法制局長官、いいのか、それで。山本法制局長官。少し問題整理してご説明いたしますが、法令本体は法令の題名から従って以下つながっている条文、これが法令の本体でございます。で、何か改正があれば必ずそれを完璧に全部直すということが普通やっております。そして制定文がですね、おそらくこれはかねてからさっき申し上げたような、その運用してきたというのは、これは歴史的事実を示すものということで、それを作った時の歴史的状態でそのまま固定されていて、その後それは特にそれまで触ることはしないというのがこれまでの経緯でございます。それは要するに、それでもう一つ申し上げますと、要するに制定文というのは作った時のその当時の状態を示すものでありまして、法令としての効力は、題名以下の法令の本文であるということでございます。上木正史君。今の答弁によれば、政令だけ読むと、そこに書いてある条文というのは、昔書いたやつ、いろんな様々な条文が混在しちゃってるということがあり得るということなんですね。そんな答弁でいいのか？内閣法制局長官。それは法令を制定する前の、一番、なんて言いますか、その根拠、法令を制定した時の根拠を示すだけでございまして、で、法令そのものは、条例、法令以下の、題名以下の、本文ということでございますので、それは、完全に整合性があるように作られております。はい、上木正史君。
それではね、昔の16条第2項と17条の規定というのを教えてください。どういう条文ですか。いや、内閣法制局長官。それは内閣組織令を作った時の、状態でございまして、その時の条文に戻らないとわからないわけでございますが、その後、組織令が改正されて、それで条文がずれたということで、ですから、題名以下の本体のところは、間違いなく、そして、制定部のところはそれを作った時の状態がそのまま、残されているのがこれまでの、慣行といいますかいうことでございまして、そこまでは、私どもは特に改正していないということでございます。どうやって法律に基づいてるんだよ。何か議論できなくなってるじゃないか。法律に基づいて出国するんだろ。どれ、補正。いや、内閣法制局長官、質問に直接的に簡潔に答えていただきたいと存じます。はい、普通ですね、組織令とそういう、政令を書くときはその前に必ず申請するときは、その制定文を書くわけです。で、その制定文は書いたときの、その組織を作ったときの状態でそのまま残されるということでございます。そして、それはあくまでもその制定文でございまして、法令本体の効力としては、題名以下の各条、これが完全に、実行を有するわけでございまして、昔のその経緯までは私どもはそこに書いていないということでございます。それでお尋ねにつきましては、多分その作った時の法律の状態、政令の状態、これが必要だと思います。それからその後、一部改正を行った時の状態、この2つが必要だと思いますが、ちょっと今手元にございませんので誠に申し訳ございません。はい、和議君、至急提出してください。すぐ調べて提出して、いや、すぐにいかない。委員長。はい、和議君。次へ行きましょう。あまりいい加減であるということはよくわかりましたが、内閣府のですね、組織図を皆さんにもお配りしています。私、ずっと読んでったんですが、すべて、法律で規定されています。そして、例えば18条に経済財政諮問会議というのがありまして、右の上から2番目、上からですね、すべてみんな法律で決まってるんです。ここに書いてあるの全部決まってるんです。で、なぜか沖縄振興審議会だけちょっと法律で私見当たらなかったんで、私の見逃しかもしれませんが、後で教えてください。大した話ではないです。それなのにですね、ここの中に税制調査会とか、地域試験戦略会議とか、行政刷新会議とか、そういうものはないんですよね。で、私はね、ここの右に並んでる全て法律で定められた、その組織と比べて、軽いもんではないと思うんです。なんでここに出てこないんでしょうか。それじゃあ、岡田副総理。私は行政刷新会議の担当でございます。行政刷新会議につきましては、我々もですね、国会に法案を提出をして、法定していただきたいということをお願いしていた時期もございます。して残念ながらですね、ご審議いただけないということで、法律で定めるには至っておりません。閣議決定で行政刷新会議を設置しているということでございます。萩正治君。法律で規定しなくてはいけないと思ってたっていうんだから、やっぱり、
法律で決めるべきもんだっていう意識はあるみたいですね。で、法律がなかったらね、できないんですよ。閣議でそんなものを作っていいっていう根拠はどこに書いてあるんですか。岡田副総理、法律で規定することができれば、私はその方が、より良いというふうに考えます。しかし、閣議で、設定することが指定されているわけではございません。行政刷新会議で議論された事項について、行政刷新会議で執行するということであればともかく、最終的には閣議で決定をし、まあ、その上で執行されるものでありますので、そういう意味で、行政刷新会議そのものが法律で定められてはならないということではございません。和議員正治君。今のご答弁だったらね、これ全部法律で定める必要ないですよ。この、全部閣議で決めればいいんですよ。それではダメだと。要するに国会に対してきちんと説明しなくちゃいけないから、憲法の精神からしても全部法律で決めることに我が国はなってる。だからあなた方も法律を作ろうとしたんでしょ。法律が通らなかったらできない。いい加減なこと言っちゃダメですよ。どうですか総理。あなたは行政刷新だけだから、税制調査会もあるから。総理どうですか。はい、それじゃあ野田総理大臣。行政刷新会議も、それから国家戦略会議、それから税調地域支援戦略会議は、今、副総理が答弁されたように、閣議決定を根拠にしております。で、その、閣議決定においても、その後、方向性を出したときには、その最終的には閣議で決めていく。そして、各府省できちっと法律に基づいて執行していくということによって、特段の問題はないというふうに思います。はい、和議員、正治君。そんなことだったらね、全部いらないんです。閣議で全部やればいいっていう論理なんですよ。日本の法制度はそうなってないんですよ。いい加減にしてくださいよ。全部、これ、きちんと、法に基づいて処理をしていただきたいと思うんですが、それどうですか。それじゃあ、岡田副総理。委員のご意見を聞いていて、よく理解できないところは、法律に基づいて設置することになっていると言われますが、その根拠をぜひ教えていただきたいと思います。逆質問なんかありえないんですが、国家行政組織法とか内閣府設置法で、これがすべて法律で設定されている。すべて法律なんですよ。ここに書いてあるの、審議会等も。なんで法律で決めてるんですか。これらを、じゃあ法律で決めなくちゃいけないから決めてるんでしょ。同じようなものが法律で決めても決めなくてもいいなんて、これは国家成り立たないじゃないですか。はい、それでは枝野担当大臣。内閣は法律や法律上の組織に基づいて行政行為を行う。これについては内閣が変わっても政権が変わっても、それについて、国会の議決をいただかないと変わらずに設置をされると、こういう法律上の拘束力があります。ただ国家行政組織法等においても、憲法においても、内閣が法律によらない、法令上の根拠に基づく行政、組織的なものを用いてですね、一般行政事務を行うことについては憲法で否定をされているものではございませんし、そのことがなければ行政事務は動きません。一方で、例えば憲法は租税法定主義など国民の権利義務に直接関係する、例えば税については、これは法律で定めなければならないという規定を置いておきまおりまして、行政組織などの扱いについて憲法は明確に区別をしております。全く違いますよ。法律に基づかないでね、行政やっていいわけないんです。すべてきちっとやるんです。あなた方は間違ってますよ。もうね、これはね、ここで時間が無駄だからもうやりませんが、大変な思い違いだということを申し上げておきます。で、委員長、それでね、行政刷新会議はなんで法律で定めないか、もう一回聞いてください。はい、岡田総理。先ほど言いましたように、必ずしも法律で定める必要はございません。しかし、できれば、これは内閣の中で、重要な組織でございますので、会議でございますので、内としては、法律で決めることを、一旦はお願いをしたところでございます。はい、はい。衆議院でちゃんと通して参議院送ってくればいいんですよ。衆議院に圧倒的多数があるんでしょ。送ってくる気もないのによく言いますね。呆れてますよ。それからね、行政刷新会議で、民主党の議員がですね、その行政の一部分を担当しましたよね。これは明らかに
国会法の39条に違反していると思いますが、これはどうですか。はい、岡田総理。民主党の国会議員が具体的な議論に参加をしたことは事実でありますが、それで何かを決定したということではございません。和議軍、ああいう場所でね、人を集めてやるということは行政行為なんです。内閣、失礼、国会議員はですね、立法府はそこへ参加してはいけないというのが39条の法律の精神なんです。憲法には法律を誠実に執行しようと先ほど申し上げましたように書いてあるんですよ。ですからこの国会法を誠実に執行しようとしたら、これはどう考えたって国会議員はそんなチームに参加できるはずがないんですよ。それはもうね、詭弁なんです。詭弁と言い訳、政府がですね、詭弁で行政をやってどうするんですか。国政は堂々とやらなきゃいけないんですよ。この法律の精神にそんなことが読めますか。はい、岡田総理。まあそこは考え方解釈の異なるところだと思います。今からご説明します。まず事業仕分け提言型政策仕分けの国会議員評価者は、行政刷新会議の議長である内閣総理大臣が指名したものでございます。行政刷新会議は内閣設置法に基づく行政組織ではなく、その役職等は官職に当たるものではないことから、国会議員を評価者に指名し、その参集を求めることは、国会法第39条との関係で問題が生ずるものではないというふうに考えております。脇君。これはね、もう抜本的におかしいんですよ。本来、行政法で、法律できちんと定める行政組織を定めずにおいて、で法律で定めてないからいいんだと。これね、定めてやらなくちゃいけないものを定めずにやって、だからいいんだというね、もう無茶苦茶な論理なんですよ。国家がですね、こんな運営がしていいはずがありません。これはもう重大な問題としてですね、今までもずっと言い逃れ、へりくつばっかりでこの内閣やってるんです。そのことをきちっと指摘しておきたいと思います。で、それからもう一つ、税制調査会の設置の根拠の条文を教えてください。はい、安住財務大臣。今の税調はですね、21年の9月29日の閣議決定において、決定をしております。和議君、根拠条文を教えてください。閣議決定における内容については、まず総理大臣の諮問に応じ、租税に関する制度について調査審議をするために、内閣府に税制調査会を設置する旨書かれております。その他は構成要員、それから運営方法等について規定を設けております。これ財務大臣じゃなくて内閣府に置かれているんですから、総理なんですね、主任の大臣はね。内閣府に置いている根拠を教えてください。よし。古川担当大臣。これですね、税制調査会の処分についてはですね、財務省および総務省の協力を得て内閣府が行うということになっております。で、国税に関する制度の企画立案を行う財務省と、地方税に関する制度の企画立案を行う総務省とともに、内閣府が両省の連絡調整を行いながら、税制調査会の運営を行っているという形になっております。和議。よし、枝野担当大臣。先ほど来憲法73条の第1項、第1号をお読みになっておりますが、憲法73条は、内閣は他の一般行政事務のほか、他の事務を行うとなっておりまして、その1号に法律を誠実に施行し、国務を総理することになっておりまして、この憲法73条に基づき、閣議において決定したものでございます。和議正志君。他の一般行政事務の定義を教えてください。はい、枝野担当大臣。この話をしだしますと、その行政法の
まさに一つの大きな論点でございます。立法や司法についてはその範囲について明確に提言できますが、社会の複雑化の中において行政はですね、その国民生活の向上、国益国民益の保護のために、立法行政以外の機能について果たしていくということになっているのが一般的な解釈でございます。解釈論する気はないんですがね、基本的にみんなこれまで法律定めてやってきたことはやっぱり法律で定めるべきなんですよ。国会としてもそう思います。ある時急に法律なしでやってみたり、法律は出したけれども通らないから法律なしでやってるっていうのはまさしく異常としか言いようがありません。それからさっきの根拠条文を教えてください。内閣府に置いている根拠条文、財務省じゃないんだよ、内閣府。いや、古川担当大臣。さっき私ご説明申し上げました、内閣府はこれ、庶務を断つ、これ、置いてると言いますか、これは税制調査会は閣議決定に基づくものであって、内閣設置法上の行政組織ではございません。内閣府やってるのは、この税調の庶務の部分をですね、内閣府の担当としてやってるというところでございます。さっき、まさしく。根拠もなしに、どこに置いてあるか分かんないと、民間の人も入ってるんですよね。どこにあるか分かんない会議なんですか、調査会っていうのは。はい、枝野担当大臣。ですから、それは先ほど私がお答えしましたとおり、憲法73条柱書きに基づき閣議決定したものでございます。小垣正治君。そんな権限は内閣にないですよ。とんでもない話。もうとんでもない話だということだけ指摘してもうやめます。重要な事項についてね、やはりきちんと検討して、きちんと法律を作って手続きに則って進めるべきですよ。あなた方は間違っています。それではですね、ヤンバダムについて、2年半ほど前にいきなり停止を命令しましたよね。命令したというか実際に止めたわけですが、どういう根拠に基づいて、どういう手続きを経て止めたんでしょうか、総理。内閣の総理の。はい、内閣総理大臣、野田佳彦君。ヤンバダムの事業停止の手続きについてのお尋ねでございますけれども、平成21年の10月に、当時の前原国土交通大臣の判断により、ヤンバダムの本体工事の入札契約手続きを中止をいたしました。この手続きの中止については、特定多目的ダム法等の法令に基づく特定の手続きは取っていないと承知をしています。高木君。ヤンバの予算を執行するっていうのは、憲法73条に基づいて、さまざまな法令に基づいてやろうということが徹底されて、お金を使うこと自体が憲法73条による誠実な執行なんですよ。それを何の根拠もなしに、一大臣が勝手に一人で決めたんですか。もう一回答弁してください。はい、野田総理。中止の全段階としてのダム本体工事に関する入札契約手続きの取りやめを判断したものでございますので、この時点で直ちに法令に基づく手続きを取る必要はなかったというふうに承知をしています。和木正治君、ね、とんでもない話ですよ。法律に基づいて執行する義務があるんですよ、あなた方は。それをやめるんだったら、やめる手続きもありますよ。内閣府にですね、一般行政の中止手続きってあるんですよ。知ってますか。内閣府、下大臣、どうぞ。はい、野田内閣総理大臣。内閣府の中はそういう規定はあるかと思いますが、先ほど申し上げたとおり、このヤンバダムに関しては、中止というその前段階の入札、あるいは契約手続きの取りやめの判断でございます。和木正治君。全くの詭弁で、現実にダム工事止めたんですよ、本体をね。それで本体が止まったことによって、完成が遅れてるんです。2年半遅れるでしょう。遅れたことによって、実質的な損害を受けた人もいるんです。この損害の賠償は誰が払うんですか。民主党が払え。はい、前田国土交通大臣。もう脇委員が誠にこれはもう専門家でございますので、要は総理がお答え申し上げたように、事業の中止の方向性を
示したものであって、法令に基づく手続きは行っておりません。そして、ヤンマダムに関わる法令に基づく計画が、保護の工事の実施時期を具体的に定めているものではないことから、まあ、ご承知のように河川法であり、あるいはこの特ダム法であり、あるいは河川、水資源開発法ですか、まあ、そういった法令に基づく計画が、この個々の実施計画を具体的に定めているものではないものですから、本体行為の入札契約手続きを年度の途中において取りやめるにあたって、法令に基づく手続きを直ちに取らなければならなかったものではないとの考えに基づくものであったと承知をしております。脇正治君。誠に苦しい答弁で、実は協定書も交わして何年までに完成させるということは決めてるんですね。で、それを執行していくのが内閣の責務なんですよ。他の事業者に対しても責務なんです。で、発電だって早くできれば早くお金が入るんですから、まさに皆さんに損失を与えてるんです。事実上止めたんですから、その止めた責任がこれから皆さん方に来るということだけはちゃんと覚えておいてください。それからですね、例えば浜岡も全く何の根拠もなしにやりましたね。皆さん方はですね、すべて先に結論だけやって根拠ないんです。きちんと検討をして、そして結論を得て、国家としてそれをきちんとした手続きに基づいて行う。これはもう政府の使命ですよ。皆さん方はですね、政治主導と称して、きちんとした行政のプロの意見を聞かない。で、行政もだんだんプロでなくなってきていると、今日の話を見てますとね、由々しき問題で日本は国家が今壊れようとしているんじゃないかと思うんです。だってプロの意識はですね、きちんと尊重されなければいけませんし、素人同然でですね、何も知らない人が法律も読まずに、政治主導だと称してですよ、全部、官僚を排除して、政務三役だけで決めるなんていう、そういう間違った政治主導が全ての根源なんです。もうすでに皆さん方もお気づきでしょうが、もうこんな内閣はこれだけでももう失格なんです。いろいろ詭弁を弄していますが、私は間違いなく憲法違反だと思っています。そのことを指摘して次に移ります。国の出先機関の廃止の件でございますが、今どんな状況になっているんでしょうか、総理。まず、総務大臣、川端達夫君。今までの経過で、地方で、できることは可能な限り地方で、実質的にきめ細かくやるという国の形が望ましいという議論が過去ずっとありました。そういうことを踏まえまして、平成22年6月に、改革の諸課題に関する取り組み方針を決めた地域主権戦略大綱を、そして同年12月末に出先機関の事務権限のブロック単位での移譲について平成24年通常国会に法案提出するなどの具体的な道筋を示したアクションプランを、これはそれぞれ閣議決定をいたしました。まず昨年12月末には地域主権戦略会議において広域的実施体制の枠組み方向性を取りまとめたところであります。この方向性においては異常を受けようとする具体的意思を有する関西九州両地域の意向を踏まえ、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所を当面の異常対処行動として、中略検討を行うとしているところであります。これに沿って現在は3機関の事務権限を対象に国の関与をはじめする諸課題について具体的な検討を行っているところであります。以上です。脇正治君。アクションプランで具体的にどんなことが決まっているんでしょうか。川端総務大臣。大役は今申し上げたところでございます。大きく言いますと3つの分野でありまして、1つは今までからやってまいっております議論はずっとそれぞれ続けてまいりましたけど、今申し上げたブロック単位に異常に対する方向性を決めて検討することと同時に、ハローワーク、全国的にですね、ハローワークや道路河川の その地域で集結する部分に関して、異常を権限が異常できないかということを、議論して進めていくこと等々でございます。脇君。
組織を廃止する方向でやっている総理なんかはもうこれは廃止するんだとかなり強く言われていますが、あの出先の組織を廃止するということは国家がその点を管理することを放棄をするということですから、あの道路と河川について言えば例えば国道はいらないと全部県道になるのか、で河川で言っても全部一級河川はいらなくなって全部一つの水系でその地域の人たちが管理すればよいという考えなんでしょうか。はい、川端総務大臣。あのアクションプランで国の財機関の原則廃止に向けてということで、決めた部分でこの言葉の解釈としていろいろな受け止めがあることは事実でありますが、今までずっと一貫して議論しておりますのは河川道路含めましての法体系を根本的に変えるということは想定をしておりません。そして現在、整備局あるいは経済局ありますがそのものを組織をそのまま維持をする中で、国の機関として所属している部分を例えば広域連合というもののの元にそのまま権限を組織を持ったままそちらに移行するということを想定しております。国道がなくなって県道になるとか一級河川がなくなってということを考えているわけではございません。脇君。あの国家が一連の出先機関までひっくるめて国家の組織として今管理をしている河川やと、まあそうでない部分もありますね。で出先がなくなるということは管理しないということなんですよ。同義語なんです。で法律河川法や道路法に基づいてこれは管理の形態がきちんと決められているわけですが出先がなくなったら管理できないんですよ。ですから皆さん方は個別法は変えないなんて言ってますがそんなことはありえないんです。個別法を変えずにですね出先だけ持ってくったって持ってった出先は国じゃなくなっちゃうんですから法律の規定が必ず変わるんです。どうですか。川端総務大臣。できるだけ地域でできることはということの大きな流れの中で今おいの先生に全く変わらないということはないと思います。ただその時に現状の機能を組織としてそのまま移管をするという中で権限に関してどう整理するかということで多分、整備局ですと千数百条項あると思います。これをそのまま渡しても独断に、問題のないものもありますがそのまま渡すと重大な支障が生じる部分もたくさんあるというふうに認識をしております。この部分は実際にその権限がどういうふうに整理をすれば地方に渡してもいいのかあるいは国としてしっかり持たなければいけないのかは今まさに詳細にわたって議論を始めたところでございます。脇正知君。詳細にこれから考えるたってですねどういう仕事の仕方をするのかそのことを決めてそれにふさわしい組織を作るんですね。辞めると決めて辞めることに合わせて仕事を考えるんじゃないんですよ。およそ地元でやればいい仕事と国家的見地からやる、まあ、国家間といいましょうかそういう仕事が世の中にあるのであって河川なんか目先だけであっていいわけがないんですよ。道路でもそうです。で仕事全体をどのようにやるのかということの精神を書いてあるのが河川法であり道路法であるんです。でそのことの配慮検討なしにですね先に組織をなくした方がいいんだなんていうそんなことはありえないんですよ。総理どうですか。野田内閣総理大臣。今進めようとしている原則として出先機関を廃止をしていくということの検討でありますけれども基本的な考え方というのは国と地方が別々にですね行っていた公物管理の主体を一元化することによって行政効率を向上させるということそれから例えばその地域の産業振興策に合わせた道路整備が可能となることは関連行政との一体化による行政サービスの向上が可能となるとともに地域の声を反映を行政にしやすくなると、まあ、そういった利点がある中でどういうことができるかということを今川端大臣の下で検討していただいているということであります。今のは基本的に認識が間違っていますね。で今のですね例えば河川管理というのは河川法によってある水系は直轄で国が管理します。で全部やるわけにいきませんから一部は県でお願いしますよ市町村でお願いしますよという分担管理をしているんですね。で火事で言えば洗濯私がやります掃き掃除私がやりますって家族でみんなで分けますよ。これは一体から一人でやった方がいいってことないでしょ。みんなで
適正な分担をしてやった方がいいんです。で、そのことをきちんと決めて役割分担を決めているのが河川法なんです。前田大臣、ちょっと河川法のですね、管理体系をちょっと教えてあげてくれませんでしょうか。はい、前田国土交通大臣。これまた専門の脇委員が一番ご承知のはずでございまして、今川端大臣がご説明いたしましたように、まさしく今そこのところを検討を進めているところと承知しておりまして、私の方からはこの出先機関、特に地方整備局の持っている現場力、統合力、あるいは即応力、こういったものを損ねるようなことがあってはならない。むしろこの大災害のいわば教訓に照らして、むしろ強化するような格好で国と地方、しかしブロック単位のそういう地方の自治というものもこれまた非常に大きな役割を担っていく時代でありますから、そこをどういうふうにこのいい形にするか今検討が進んでいると承知をしております。脇正志君。例えば淀川で言えばね、私はもう今の方向であれば国がやらないっていうんですから国の管理というのは全てなくなると思っているんですが、仮に一部国を残すとしたら国が残り、そして広域行政体が残り、府県が残り、市町村が残ったら今より一つ多くなって余計ややこしくなるんですよ。管理っていうのはもっときちんと考えてほしい。今一体どんな管理がなされていてどんな問題があるのか、そのことをきっちり踏まえて問題を解決するんです。ただ単に国から地方へ、官から民へじゃないんです。あれは間違いなんです。官でやるべきことは官、民でやるべきことは民、その間もあるんです。全部違うんですよ。国でやるべきことは国、地方でやるべきことは地方、地方でやるほどいいということじゃないんですよ。このことはですね、大きな間違いを今犯してきたんです。きちっと反省をして本当にしっかりとした国家観を持って、河川や道路はどういう管理をするのがいいのか、ただなくせばいいんだなんていうバカな論理、そこに従ってほしくない。そして一部の声の大きい人が渡せ渡せと言っていますが、それでは困ると、国にぜひやってほしいという方もたくさんおられますね。心情言っていると思います。皆さん方は地方の声を聞くと言いながら自分と同じ方向の声は聞きますが、違う方の意見を聞こうとしていません。そんなことではなくて、本当にこの国の将来を考えて、災害時のことも考えて、住民のことを考えて、どういう管理をするのがいいのか、ぜひ間違いのないように対応していただきたいと思いますが、もうすぐ亡くなりますから、そんなこと言ってもしょうがありませんが、皆さんはしっかり少なくともいる間はそういう精神でお願いしたいと思います。総理。もう5月20日の終わりだよ。内閣総理大臣。この基本的な国と地方との関係のあり方なんですが、私どもの基本的な考え方というのは、まずは基礎自治体が担うべきものは基礎自治体が担うと、それができないものは広域的に処理をしていく、広域的に対応していく、広域的に自治体間対応できないものは国が行うという、いわゆる補完性の原理を貫徹しながら、国と地方の役割を考えていきたいというふうに思っています。で、この出先機関の原則廃止についても、そうした原則のもとで考えながら、ただし委員がご指摘のとおり、個別の事務や権限の異常について、不都合が生じ得るような場合については、しっかりと検討させていただきたいというふうに思います。脇正志君。基本的な原理が、考え方が間違っているというふうに指摘をしておきたいと思います。大変たくさんの質問をしたんですが、時間がないので、飛ばして聞きますが、公務員の給与の話でございますが、人間制度はなぜ、実施しないんですか。人間勧告は。川端総務大臣。この度、昨年の6月に、公務員の平均で 7.8% を減額するという給与の臨時特例法を提出させていただきました。これは危機的な国家財政状況にあることと同時に東日本大震災の財源指数という趣旨で法律を出していただきました。その後人事勧告が出ました。人事勧告は公務員の基本権の制約
として、代表書士として、尊重すべきものであるという基本方針のもとに、この2つの状況の中で、この法案との部分を内閣で、検討いたしました結果、水準において、そして賃金カーブの平準化において、大きく言えば内包しているという判断のもとに、賃金カーブを出さないことに決定したところでございます。和木君、そういういい加減なことをね、この内閣が閣議で決めちゃうんですよ。人事院勧告に基づいて給与っていうのは一人一人に渡されるんですよ。勧告を実施した場合と実施しない場合ではもらう金が違うんですよ。トータルで会えばいいってもんじゃないんです。内包してるなんていい加減なことが何で言えるんですか。そして何で勧告を実施しないんですか。実施できない理由は全くないでしょう。金がいるんなら大変だけど減らすんだからまずやればいいじゃないですか。すぐにでもなぜやらないんですか。はい、総務大臣、田畑達夫君。これも、詳細にわたって検討いたしました。単なる 0.24% ですか、の人事勧告の民間準拠の部分だけですと、この額に関しての部分でありますが、賃金カーブの経過処置を廃止するという分で、人によって 7.8% を大きく割る 10% を超える減額になるということが起こりますので、これを調整しようとしますと、人間をで大きく減額された分をまた補正するという、結果的に人間を中身として保障しないことになるという、いろんな検討の結果、そういうことにさせていただいたところでございます。脇正雄君。大変残念なことに時間が来てしまいましたが、今の答弁でもいかにいい加減かと、やることを全くすぐできるんですから、本当に法律や制度を無視して、むちゃくちゃな内閣だなということを改めて思います。そして、最後になりますが、これまでいろいろ述べてきましたが、この内閣はですね、本当に憲法のもとに法律を執行するという意味でふさわしくない内閣だと思っています。欠陥内閣というしか他はありません。民主党政権の基本的な、本質的な欠陥として、今まで言ってきたように、法律によらない。そして言葉が軽い、責任を取らない。基本政策自体は間違っている。だから皇室を大変に軽視している。そういうことが挙げられます。この今の我が国が置かれている重大な局面をですね、乗り切っていくには全くふさわしくない内閣だと思います。一刻も早く退陣されることを要求いたします。で、私が退陣を言うのはですね、ただ単に自民党に政権を取り戻したいということではありません。今の我が国はですね、本当にきちんとした国家観に基づいて堂々たる政府、実行できる政府を作る必要があると思います。自己の利益のためではなくて、国家国民のために、ここにおられる国会議員の皆様方もですね、ぜひこのことをご理解いただいて、ご尽力ご努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。